現在整備が進んでいる横浜環状道路は、横浜都心部の半径10キロから15キロを環状につなぐ横浜の骨格となる自動車専用道路です。今回はこのうちの北側の区間にあたる通称北線のご紹介をします。北線は第三京浜道路の江北インターチェンジから首都高横羽線の生麦ジャンクション等を結ぶ延長およそ 8.2 キロの道路です。そのうちのおよそ7割にあたる 5.9 キロはトンネル構造で、家屋の移転や周辺環境への影響を少なくするために配慮されています。このトンネル部分の工事は地盤沈下などの恐れが少なく、安全な最新技術のシールド工法で行われます。それでは北線の開通効果を見てみましょう。北線が開通すると第三京浜と横羽線と湾岸線がつながり、江北ニュータウンや新横浜都心と羽田空港、東京湾アクアラインなどとの間の行き来が便利になります。例えば新横浜と羽田空港の間の現在の所要時間はおよそ40分ですが、北線開通後はおよそ10分短縮され、広域的な交通利便性が向上します。そして同時に横浜港や湾岸部、横浜都心部と新横浜都心、江北ニュータウンや市北部の産業集積地が直結し、内陸部、都心部、臨海部の連絡が強化され、各拠点の一層の活性化に役立ちます。また将来的には東名高速道路方面ともつながり、横浜港と背後圏との結びつきが強化されていく計画です。現在横浜市北部は幹線道路不足で渋滞が多発していますが、北線が整備されればそれらの渋滞緩和とともに、生活道路に入り込んでくる抜け道交通なども減り、住宅地の安全性向上が期待されます。また交通の流れがスムーズになることで、車からの排出ガスが大幅に削減され、生活環境の改善につながっていきます。北線は途中に3カ所の出入り口が計画されています。日産スタジアムの近くに新横浜出入り口、トンネルの中間地点付近に馬場出入り口、トンネルの横羽線側に新生麦出入り口、これらの出入り口の周辺は車の流れをスムーズにするために、関連した一般道も同時に整備されます。北線はまず第三京浜と接続する江北ジャンクションから、鶴見川沿いを高架構造で進み、新横浜の日産スタジアムの近くで高架から地下へ移行、延長およそ 5.9 キロのトンネル区間を通り、小安台公園でトンネルを出て再び高架構造に移行、 JR 京浜東北線や京浜急行などの線路を越えます。その後国道15号をまたいで進み、
首都高横羽線の生麦ジャンクションに接続します。北線の大部分を占めるシールドトンネルは、新横浜の建て工で組み立てられた2台のシールドマシンが前面のカッターを回転させながら土を掘り進む工事によって作られます。シールドマシンには一般募集によって愛称が名付けられました。ナッピー号とコッピー号。この2台のシールドマシンが2010年末に新横浜の建て工を発進、24時間体制で工事を行い、生麦方面へ向けて現在順調に屈伸しています。横浜環状北線は環境との調和を考え、自然との調和を守りながら文化をつなぎ、暮らしと便利を作ります。ここから自然との調和が始まる横浜環状北線です。